こんにちは、スタルケルです。皆さんベイブレードやっておりますでしょうか。最近で言うとプロミネンスバルキリーのね情報が出ましてね、自分それの動画出してるのでぜひ見てみてください。で、今回はこちら、このランブーで出てきたこのアストラルファブニル、これが結構白いパーツが多いんですよ。で、このダイナマイトも、まあ、白っちゃ白、まあ、クリアですけど、ってことで今回こちらすべて白いパーツでベイブレードをカスタムしていきたいと思います。そして今回ももちろんこちらルーレットをね使っていきますと。でもうこのねルーレット色縛りシリーズもね、青から始まり赤、そして黒で、まあゴールド系っていう、もう4個やって、今回でもう第5弾目になりましたね。まあ、皆さんのこのねコメントとか、あと面白いって言ってくれるおかげです、これは。で、そのコメントでね、やっぱり皆さんからこう白をやってほしいというコメントたくさんありましたので、今回ね白やろうという形になりました。それではね、早速ルーレットをやっていく前にこのパーツの紹介からしていきたいと思います。あ、でですよ、今回ちょっとこのなんか背景なんか黒くないって思う方いるかと思うんですけど、そうなんですけど、いつも自分のテーブルとかあと壁って白なんですよ。で、白に白いパーツ置くとなんか、あら、どこにどのパーツがってなっちゃうかなと思って、分かりやすいようにこの黒い布を敷きました。ということで1個ずつ見ていきましょう。まずは DB コア、ファブニル、そしてはい、こちらあれです、ペルセウスメタル搭載ね。で、ロンギヌス、こちらもメタル搭載と。で、ラグナルク、ベリアルですね。そして次ブレードはアストラル、ダイナマイト、ギルティ。あ、でこのグレイテストラファイルはこの一体型なので、はい、一体型です。で、次ダイナマイト2個目、透明なやつね。で、セイバーという感じになっております。で、次ダイナマイトの時だけこの F ギアと L ギア使うか使わないか、そしてベンチャードライバーが当たった時この V ギアを使うのか使わないかのルーレットも入ってきますと。で、次アーマー、アーマーはなんか、まあなんて言うんだろう、この金属だから、まあ白に近いから、まあ一応シール貼ってないやつですねを選んできました。270ですね、この3つになっております。で、ディスクもめちゃくちゃあるんですけど、なんかたくさん用意しても、うん、なんかあれかなと思って選びました。 00とオーバーと、あとはこのネクサスかっこ S ギア付きですね、 S ギアが白いのでこれと、あとはスティングですね。そして次この00が出た時はこのフレームが使えます。そのフレームはエキスパンド、クロス、リフトの3つです。そして最後ドライバーは、これがハイブリッドだ、ハイブリッド、チャージダッシュ、ユニバース、ウェーブダッシュ、ジャスト、デストロイダッシュ、ジョルトダッシュ、フリクション、キープ、ボルカニックダッシュ、ゾーンダッシュ、ベンチャー、リボルブ、エボリューション、ジャギーダッシュということで、うん、今回もなかなか、なんか今までのルーレットに登場してこなかったパーツとかも結構存在してるので、おもろいカスタムになるのではないかなと思っております。ということで早速ルーレット開始していきますか。んー、まずは DB コアですね。 DB コアはまあなんか、まあメタル搭載だったら強いかなってぐらいですね。それではいきましょう。はい、ファブニルということは左回転確定ですね。さて左回転になりましたと。次はブレード、ブレードの左回転はアストラルとギルティだけですね。どっちか、うん、ダイナマイトは右回転なので違うと。
お、ギルティが来ました。まさかのギルティファブニル。え、めちゃくちゃかっこいいのだが、この色。さて、いや、紫、これめっちゃ合ってますね、このシール。で、次はアーマーですね。アーマーは0か7か2か、うん、いきます。お、7ですね。割とちょっとアタック寄りになるのかな、これは。はい、ということで7で、次はディスクですね。ディスクが00オーバーネクサスエスギア、うん、どれも強いですね。じゃあいきます。あ、スティングか。あとオーバーだ。強い。ということでオーバー。このフレームは今回はじゃあなしですね。ダブルオーじゃないのでなしになるんですけど、まあちょっとやってみますか。さて、フレームもしやってたとしたらリフト、まあ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 といったところでしょう。それでは特に今はギアはつけれないので最後ですね、ドライバー。いや、ドライバーめちゃくちゃ大事ですよ、これ。めちゃくちゃ大事だな。で、このハイブリッドが出たらこのディスクなしになります。ディスク一体型なので、いやー、どれが出ればいいんだろうか。いや、でも結構強いじゃないかな、どれも。どれも、うん、割とこの上のギルティとかが強いので、オーバーとかがどれ出ても良さそうな気はしますけどね。じゃあいきます。はい。お、ユニバースだ。ユニバース来ました。ということで、え、結構今回まとまっているのでは。なんかバランス系って気がしますね、今回は。はい、こんな感じで組み合わせていきましょう。さてさて、こんな感じですね。はい。うわ、怖っ。でもはい、ということで今回のホワイトカスタムはギルティファブニルオーバーユニバース7になりました。まあギルティが強いし、オーバーも、うん、結構重いし、外重心だし、丸いし、でこの、うん、ユニバースもね、頑張ってくれればってところですね。それでは早速バトルやっていきましょう。それではこちらのギルティファブニルオーバーユニバース7でね、バトルやっていきたいと思います。一番最初に戦うのはダイナマイトベリアルネクサスベンチャー2です。それではやっていきましょう。さて、おおおお、ぶつかりまくっているぞ。うわ、余裕のバーストを決めてしまった。そしてこっちロックは1個ですね。ダッシュではないんですけど、結構いけるかもしれないですね。それでは次はサイクロンラグナルクギガネバー6と戦っていきましょう。さて、うん、おーよ、なんと即バーストしてしまいましたね。やっぱ強いっすね。それでは次はロアバハムとギガモーメント10と戦っていきましょう。おー、ごめんなさい、もうちょっとで、おい、あー、惜しい惜しい、やば。モーメントが強い、マジで絶対オーバーしないもんな。さて、センターを取ったバハムートに対し、こっからいけるのか、いけるのか。え、余裕スピンフィニッシュ勝ち。それでは次はセイバーバルキリーショット7と戦っていきましょう。あ、危な。さて、飛んだ。おお、当たってるか。うわ、やはりいついかなる時でもバーストを決めてくれますね。それでは次はアストラルスプリガンオーバークワトロ0と戦っていきましょう。
うわ、さてこっから、おお、おい、それでは次はギルティロンギヌスカルマメタルデストロイ2ですね。このギルティ対決やっていきましょう。いや、ギルティに勝ってしまいましたね。それでは次はデンジャラスベリアルオールマイトパーフェクトギアと戦っていきましょう。おお、これはいいバトルだ。うわ、対等に戦ってる。え、対等に戦って最後はもう弱ったところをオーバー決めましたね。強いぞ。それでは次はグレイテストラファエルオーバーハイエクステンドプラスダッシュと戦っていきましょう。さて、さすがにラファエルには勝てないと。それでは次はプロミネンスフェニックステーパードメタルユニバース10と戦っていきましょう。うわ、飛んだ。やばい、プロミネンスシェイカーだ。プロミネンス、うん、今のはおそらく先にこのプロミネンスフェニックスがこっちを倒してオーバーさせたので、これ負けですかね。強いぞ。それではラスト、アルティメットバルキリーレガシーバリアブルダッシュ9と戦っていきましょう。おわっと、激しい激しい激しいけど、なんとギルティーファブニル初のバーストしました。アルティメットバルキリー強よ。ということで今回のギルティーファブニルオーバーユニバース7いかがだったでしょうか。やっぱ普通にギルティーが強いね。で、それに加えてこのオーバーも重さもあってバランスもいいっていうのと、ユニバースもね結構いい動きをしてくれていたし、セブンもねこう結構攻撃に貢献してくれていたのではないかなと思います。で、ロックがちょっと緩かったんですけど、まあこれダッシュドライバーじゃないっていうのとかね、いろいろあるので、まあそうだったんですけど、結構面白いバトルがねできたんじゃないかなと思います。まあ、ということで何かね、まだ色が残っていれば、結構やりましたけどね、青、赤、黒で、ゴールド、イエロー、オレンジで、今回白ということで結構やりました。もし残っていればまだ何か、コメントねよろしくお願いします。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。